学者がですね、ほとんどがですね、社会がスタープロムを批判したから俺も批判するというんでは学者ではありません。そのようなコウモリの人を取材しても意味がありません。つまり NHK は記者会見の後、スタップ研究の審議や評価をチェックしたのかということですね。しかしその時に批判的な学者はいなかったのかということなんですね。いずれにしてもあれほどみんなで持ち上げたということは、まあ、少なくともこの NHK の報道ではですね、おぼかすさん、ささいさん以外の人も批判はしなかったということを言ってたわけですね。だから変な話ですよ。本当これはもう本当にわからないねっていう人が多いんですけど、変な話ですね。つまり取材した NHK かコメントした学者のどちらかが嘘をついた、この人これを言わなきゃいけません。もしもですよ、後に批判した大多数の学者が NHK のチェックの時には取材されなかったか嘘を言ったと、 NHK はスタープ論文を肯定的に報道する時に取材した人と批判的に報道する時に取材した人を変えたと、まあいうのことになりますとね、これはもっと重要な報道事件であるということになります。まあ、つまり全体的に見てですね、スタップマッチポンプ報道というのはですね、おそらくは NHK が作為的に報道しない限りできないものだということが分かりますね。佐村豪一の時もそうです。これでスタップの時も実にいかわしい取材に基づいて記事を書き、自分で社会を騒がせて、自分で社会を騒がすと言って社会を騒がせたと言ってバッシングすると、それで笹井さんを死に追い込むと、この手法はですね、 NHK の中で2年連続起こったわけですから、相当厳しいですね、自己批判をしないとですね、受信料を払っている人たちは私は納得しないと思いますし、日本の科学にも大きな痛手を与えました。最後の7月末の報道がですね、利権だとか、それから日本の科学技術とか論文問題を主題にしたならまだ良かったんですが、最後までおぼかた支えに焦点を合わせ、おまけにおぼかたさんをトイレに押し込み、支えさんとおぼかたさんの間の私的なメールを公開するという放送をしたならですね、 NHK は厳しくこの1月末の報道について自己批判をする必要があるというふうに、スタップ論文に関する NHK の整理ですね、2回目ですけども、まあ、前回示したように主犯である NHK の犯した反社会的な行為はですね、まあ、次の5つがあったわけですね。前回に整理いたしましたスタップ論文の記者会見を大げさに報道して、まあ、有名にしておいて後で叩くという、まあ、佐村豪一氏の報道と同じいわゆるマッチポンプ報道をしたこと、この時少しでもですね、人物を持ち上げるんではなくて論文内容をチェックしてればまた違う報道になったんではないかと残念に思っております。もう一つは今度ですがスタップ論文の主要な著者は4人なのに、他にも著者いますけどね、おぼかたさんだけに焦点を当てて集中的な批判を展開したと、これはですね、まあ、どこでもそういう判断ないわけですから、 NHK の判断で良い人悪い人を分けて、まあ、公共電波で自分たちが悪いとした人だけに恣意的に的を絞ると、それからまあ3番目がネットで疑義が出されると、まあ、当然意見が2つあるんですけど、その意見を比較して放送するのではなく放送法に違反して片方だけの放送をしたと、4番目がですね、調査委員会がもう結論出して論文を取り下げたのにさらに批判を展開する、まあ、5番目が決定的な要因になったですね、おぼかたさんを追い詰めて、トイレに閉じ込め、個人のメールを公開するという手段に出たと、まあ、いう5つの段階で少しずつ、まあ、笹井さんを追い詰めていったわけですね。著者は4人、まあ、主に4人なわけですね。和歌山さん、これが研究の中心的な立場ですね、主任の立場ですね、それから指導的立場で論文の執筆に当たった笹井さん、それから組織として研究を支援し論文を指導し記者会見を指導したと思われる丹羽さん、
それに和歌山研究室で無給研究員として下働きをしていた小保方さんという、まあ4人がいるわけですね。無給という字がちょっと間違っておりまして、あちょっとまたダメになりました後で。大学でもこのようなケース多いわけですね、まあ、教授が立案して准教授が日常的な指導をする、博士課程の学生が発表するっていうようなケースは結構多いんですね、まあ、この場合学会で発表した場合ですね、まあ、一応教授もその学会の席にいてですね、まあ、実験した学生が発表するんです。で普通の質問はもちろん我慢して教授黙ってるんですけども、ある程度問題がこじれたり非常に難しい、質問があったりしたらですね、まあ、そこの席にいる教授か准教授が立ち上がりまして、それで発表共同発表者ですが研究者ですが今の問題は私が答えた方がいいと思うんですと答えると。つまり通常の研究でですね30歳前後の若い人に全責任を負わせてですね、その発表に名前を連ねている教授とか准教授が私は知らなかったと逃げるなんてことは私の長い学者生活で記憶にありませんね。これは普通はむしろですね厳しい質問が来て若い人が答えにくい時にはですね、まあ、教授は率先して手を挙げますよ。それから責任がこうもし持つようなことがあったらですね、私が責任持ちますと言います。例えばですね今回のように発表した後誰かしつこい人が若い人を廊下で追いかけ回したりトイレにまで押し付けるようなことがあればですね、教授は身をもってそれを防ぐわけですよ。これが教育者ですよね。一体何してんの、和歌山さんなんかね何してんのって感じなんですよね。今なんかどっかの大学の教授してますけど、教授っていうのは学問的実力あるだけじゃダメなんですよ。小保方さんの論文は和歌山さんと小保方さんで出してるわけですから、最初ねそれはもう積極的に和歌山さん自身が弁護しないとですね、これはもう自分がいいと思ってやったことですからね。ところがスタッフ事件ではマスコミはこぞって小保方さんを批判し、NHK の記者は小保方さんに記者会見で悪意に満ちた質問をしました。まあもちろん NHK 以外のマスコミが興味本位に走って若い女性の小保方さんを批判することはあると思いますが、しかしそういう時だからこそ私たちは受信料を払って NHK が正しい報道をすることを期待しているわけですね。 NHK はこの時どういう態度で出るべきだったか、つまり他のマスコミが小保方さんの個人批判を続ける中ですね、NHK は彼女の卒業論文とか個人的なことは論文とは別であるということとですね、責任を持つべき著者は、正規の理研研究員であって無給研究員に責任を負わせることはおかしいんだということ、それは第一に和歌山市であるということ、こういうことを指摘するのが NHK でありました。私たちは NHK にそれを期待して受信料を払って正しい報道を確保しようとしているわけですね。ある事件が起こった時、あるいは NHK が誤報した時ですね、 NHK が恣意的に犯人を決めてその犯人を集中的に報道することはもちろん望ましくありません。後に理研が小保方さんだけを犯人にしました。論文の不正の責任を彼女だけにかぶせたわけですね。例えば小保方さんの実験ノートが不純文である、いや小保方さんの実験ノートじゃないですよ、和歌山さんの実験ノートを出させなきゃだめ、まあ、和歌山さんが実験してないというなら研究記録もあるはずですね。和歌山さんは3月の末だったと思いますが、小保方さんに教わって実験を全部1から10までしたと、スタップ細胞はできたというふうに言ってるわけですから、その時の実験ノートを出させればいいわけですからね。何もそれは嘘だったというならこれは詐欺ですね。もちろん研究というのは実験が主体ではありません。実験だけならロボットでも自動測定器でも自動培養器でもできます。研究において人間らしい活動、つまり頭脳活動というのはですね、実験そのものではなくて実験データの解析、解釈、評価、結論などがあるわけですね。それは小保方さんの責任ではなくて和歌山さんの責任ですからね。小保方さんに充実した実験ノートを求めるなら和歌山市にですね、立派な解析結果とか評価結果のノートを求めるべきであります。人間はそこが勝負ですから。まあ、先ほど言いましたように和歌山市は外国の雑誌のインタビューに応じてですね、3月に自ら実験してスタップロ細胞を確認していると、自分の学生も確認したというふうに述べております。その時の実験のとこそ問題にすべきものであります。
明治時代に芥川龍之介書いているようにですね、リンチが娯楽になりピストルと報道は同じということを防ぐためにはですね、 NHK のような独占的報道機関がどうせ庶民がもがいても俺は権力があるから何とでもできるという気持ちを持っていればですね、報道で人を殺すことは簡単であります。その快感を NHK が感じたというんであればですね、それは記者一人一人の良心とか人格に照らして、 NHK はどういう社会的責任を持って、どういう権力を持って、どのくらいのピストルを持てるのか、自動小銃なのか機関銃なのか、はたまたミサイルなのか、それを自覚しなきゃいけないでしょうね。スタップ再悲劇のが現実になったわけですが、まあ、NHK の報道責任者はですね、スタッフ関係者をリンチすることに無常の快感を味わったんであろうと推定していいと思います。この推定が違えば必ず強くどのような経過を取ったのかということの判例を必要ですね、反論が必要です。例えば4人の著者のうちなぜ指導者であった和歌山氏を無視したのか、なぜ小保勝さんの実験ノートだけを問題にしですね、私は実験をして細胞を確認してますというその時の和歌山さんの実験ノートを見なかったのか、その理由を明らかにするとべきであると私は思います。今回のことでですね、 NHK はですね、人からお金をもらうということはそんなに簡単なことではないと、 NHK の認可とか予算承認は確かに国会がやっておりますが、これは受信料を払っている国民が単に国会に委託しているだけに過ぎないわけですね。今度のように人の命を取るようなことになった報道がされた場合ですね、 NHK は国会だけの説明では不足すると思います。もっと積極的に NHK の改革のためにですね、国民に向かってなぜ和歌山さんのノートを見なかったの、今からでもいいですよ、和歌山さんの実験した実験ノートをそれこそ取材するべきなんですね。小保勝さんを追い詰めて怪我させて何になるのかと、私はそういうふうに思います。この第2番目ですね、第1番目ではマッチポンプ性を指摘したんですが、第2番目ここでですね、 NHK が正しい判断をしている、 NHK は視聴率にも何も関係ないわけですから、民間の報道機関がですね、興味本位の報道しても NHK だけは事実をしっかり報道してくれる、そのために我々は受信料を払ってるんだと、この関係をもう一度ですね、 NHK は認めて、早期にですね、スタップ事件のですね、反省論文、洗いざらい内容を出して、我々受信者のものなんですからね、 NHK は NHK のものではありませんから、受信者が納得するような報道をして、まあ、責任者についての処置をちゃんと明らかにしてほしいというふうに思います。これは一人の人間が命を落としたということで軽々しくですね、闇に葬るという問題ではあります。スタップの悲劇を作った人たち7回目、 NHK の3番目ですね、この暴君の放送法違反と、まあ、すでに、示しておりますように NHK がこの事件で起こした反社会的な行為はですね、まずマッチポンプをしたってことですね。佐村豪一氏の件と同じようにほとんど報道の内容をチェックせずに大々的に報道して、笹井さん、小保方さんを持ち上げ、その後何の理由だかわからないんですけど急激にその批判を強めるという、まあ、自作自演をやったということですね。2番はスタップ論文の主要な著者は4人で、最も責任のある和歌山さんはほとんど追及せず、まあ、良い人悪い人というのを恣意的に分けたということですね。3番目が意見の異なる2つがあるのにもかかわらず放送法第4条に明確に違反して、まあ、スタップ論文に疑義を言う人だけの言い分を報道したと。4番目が理研の調査委員会が結論を出して論文は取り下げられたのに、その後も特定の個人をですね、連続的に批判するという、そういう虚に出たということですね。それから最後はですね、多くの人が番組を見て本当に嫌な気持ちになったわけですが、小保方さんをホテルで追い詰めて2週間の怪我をさせ女子トイレに閉じ込め、まあ、個人の指針であるメールを公開してあたかも何か男女関係を
匂わせるようなそういう三流週刊誌的な報道を取ったということですね。そんなところに我々が受信料を払えるわけではありません。今日は3なんですけども、スタップロ事件が2月に起こってからですね、4月頃になりますとこの問題についての気色が鮮明になりました。つまり当事者のうち笹井さんは、小保方さんはですね、研究も論文も一生懸命やったんだと、少し間違ったところもあったが大筋で問題がないと、間違ったところはごめんなさいと、しかし大筋は間違ってないということを主張しておりました。それに対してですね、当事者のうちでも和歌山さん、この人はもうほとんど大学の教授としての資格はありませんが、和歌山さんとか理研ですね、理研ももちろん特許を出し記者会見を開いたわけですが、自分の行為は自分の意思ではないという、裏切りをするわけですね。それから3番目に外野ですね、これはネット匿名のバッシング、テレビに出た専門家ですね、それからマスコミとか芸能人、アナウンサーなんかもありましたが、論文を取り下げろとか再現性が問題だというような立場を取ったわけで、この人たちが何を言ったかは記録を取っておく必要があると思いますね。私はこれは準殺人罪に該当するような可能性があるというふうに思っております。つまりこの問題はですね、裏切り者もいたんですけども、つまり自分の行為を自分で責任を持たないという人がいたわけですが、それ以外ははっきり2つに分かれております。これは放送法第4条、これは極めて重要な放送法の条文なんですが、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすることとありましてですね、この問題はもう非常にはっきりと意見が対立しておりました。片方は当事者であり片方は外野でありましたが、それでも意見が対立しておりました。当事者同士で意見が対立するって、無理やり言えば利権なんですが、利権はですね、なんで自分がスタップ細胞の特許を出したかということを釈明しておりませんので、ちょっと多質が違うわけですね。報道は、私はこの条文に最大限の敬意を払ってほしいと思うわけですが、現実にはですね、当事者側は記者会見の内容をそのままほぼ報道するだけで、また NHK の記者が記者会見で小保方さんとか笹井さんに発言したものは糾弾と言えるようなものでした。つまりですね、研究も論文も非難するほどのことではないと、むしろ日本の学術の発展に寄与したんだという立場の論評は全くなかったんですね。実は私のところにも10回程度テレビとか新聞などから取材がありましたがですね、テレビは私が論文が優れたものだったと言いますと、あ、そうですか、それじゃあもういいですわと、すぐ取材を打ち切るような状態でした。つまりテレビ局はですね、多くのテレビ局はですね、とにかく小保方ワルシということに統一しておりまして、放送局自体が事実ではなくある価値観を持って善悪を決めているという姿勢がありまして、これは今までも慰安婦報道とか南京虐殺における朝日新聞の報道姿勢、もしくは台湾報道とか津軽報道における NHK の報道に象徴されるわけであります。私はこの状態を見てですね、 NHK はもう自ら善悪を決める神様になりですね、それを一方的に許容する暴君にもなったというふうに感じるわけですね。 NHK が神様になるというのはですね、おそらく NHK に勤めますと非常に高給を取りですね、平均1600万ぐらいだというふうにも報道されまして、それは後に1300万ぐらいに訂正されたようですけども、いずれにしてもかなりの高給を取り、名古屋の NHK の放送局もそうですが、非常に大きな建物の中に悠々と仕事をし、おそらくガンガン冷房をかけ、国民には 6% CO2 減らしなさいと、エアコンを節約しなさいと言いながら自分たちは猛烈取ると、しかも各家にですね、しつこいほど集金人を回してですね、生活に苦しい人たちから視聴料を取ると、これは神様におそらくもなるのは防ぐことができませんね。それから政治家も NHK に抵抗できません。芸能人も抵抗できませんね。ある私、番組の時に休憩しておりましたら、武田先生はいいですねと NHK の批判ができて、何ですかって言ったら、我々は紅白歌合戦がありますからねとこう言いました。これは
その芸能人だけのことか、それとも芸能界全体に、まあ、そういうことが あるのかよく分かりませんが、まあ、NHK が紅白歌合戦をそのような方法に使ってないということはですね、これほど大っぴらに言われるようになったからにはですね、まあ、NHK として歌手の選考基準を明らかにするとかですね、まあ、NHK に協力したとか協力しないとかいうことは別に NHK の番組に選ぶと、まあ、いうことをですね、受信料を取っている放送局としての、まあ人格を示してほしいと思われるんですが、それは多分無理なんですね。 NHK が神様であり暴君になるのはですね、政治家が抵抗できない報道という大きな権力と、まあ、具体的なものは厚い弁護団に守られた NHK はですね、放送法の上にあるんですよ。実は放送法が NHK の活動を制限するのではなくて、まあ、NHK は暴君ですから、俺が法律だと、だから4条は守らない、こういうことですね。まあ、この意識がこの報道でもはっきり見えました。まあ、後に言いますが、小保方さんに怪我させたりなんかしたのもですね、もちろん超法規的なんですけども、まあ、それも構わないよというコメントを出しましたけどね、まさに NHK が神様になり暴君になったということですね。芥川龍之介が言う、報道はですね、自分の娯楽のためにピストルの代わりに筆を取るんだと、まあ、いうふうに言ったものが、まさに芥川龍之介が言ってから、まあ、100年ぐらいを経ってですね、NHK がその現実的な姿を表したと、まあ、いうことが言えるんではないかというふうに思うんですね。おそらく NHK はですね、どんなに非難されても絶対大丈夫だ、俺たちは政治家をちゃんと握ってるから、芸能人を握ってるからということが言えるんではないか。しかし私はね、日本社会はそれほど甘くないと思いますね。やがてこの大きな不満がですね、受信料をずっと払ってますからね、まあ、年間、例えば2万円ぐらい払ってる人がいれば、30年間で60万円とか、そういう巨額な額を払ってるわけですから、まあ、その人たちがそれだけ払ってもですね、ネットよりかネットとほぼ同等の情報しか得られなかったということになりますとですね、まあ、心の不安はかなり巨大なものになると、まあ、そのように、スタップの悲劇を作った人、まあ、NHK が主犯なんですが、この4回目ですね、まあ、ここでは NHK の反社会的行為を5つに分けて、整理をしておりますが、この5つについては今まですでに、説明をしましたので、ここで割愛しまして、今回はこの4番ですね、利権が論文を出し特許を出したわけですね。それで記者会見をしました。つまり利権が当事者ですね、しかしネットで論文の欠陥を指摘されますと、利権はですね、自分の判断とか責任を回避しました。はしごを外した状態ですね、まあ、つまり裏切り行為ですよ。そして調査委員会を開いて、そして小保方さんだけを不正行為をしたと認定しました。これはですね、まあ、非常におかしいわけですよね。つまり、小保方さんは利権の単なる一人の従業員でありですね、論文の著者は複数で、特に4人のうち一番、まあ、ちゃんとした立場にあったって言いますか、正式な職員だったのは和歌山さんだったわけですね。それなのに、その利権当事者が調査委員会を開いたんですよ。しかもその最初の調査委員長が、同種の論文不正で途中で退任すると、それでも調査委員会を続けたわけですね。だっていくらでもおかしいじゃないですか。おかしなことをしたとしたらですよ、利権がしたんですから、その利権が調査委員会を開いてですね、そして最初の調査委員長が同じ写真の御用ということをやって退任したにもかかわらず、そのまま小保方さんだけをなぜかですね、和歌山さんが一番重要な立場にいるのに小保方さんだけを不正行為をしたと認定したわけです。でもちろんこれはですね、普通の NHK が普通の判断力を持ってたらですね、小保方さんを追及するんじゃなくて、利権の手続きとか判断の不正を問題にしなきゃいけないわけですね。しかも今度さらにですね、その問題の論文が取り下げられました。取り下げたらですね、論文を出して4人の著者の責任はなくなったと言ってるわけですから、もうこれ以上小保方さんを追及する必要ないんです、笹井さんと。もしもやるんだったら、論文が取り下げられた後問題が残ってるならですね、
日本の科学技術の在り方とか利権の闇とか、こういうものを追求するなら価値がありますね。それはもう取り下げられた論文の不備なんてやったってしょうがないわけですから、政府の研究費の配分がおかしいとか、それから文部省が決めてる盗用とか剽窃とか悪意という規定が法律的には違反してるとか、税金を使った研究の成果っていうのをどうするべきなんとか、こういうことを NHK が報道するならいいわけですね。ところが、全然違う方向にその報道が行ったわけですね。もし個人的な問題をさらにやるんならですよ、和歌山さんっていうのが正規な研究員で小保勝さんの上司だったわけですね。小保勝さんとは無給研究員で部下なんですよ。無給ですからね、給料もらってないんですから。給料をもらってない人がですね、責任を問われるってことになるとですね、それはおかしいわけですよ。無給研究員は無給研究員の責任しか問われません。例えばですね、いろんな取締役をやったとすると責任があると。しかしその人が給料をもらってなかったらば、やっぱり責任は非常に限定的なんですよ、普通はですね。だから和歌山さんと小保方さんが共同でサイエンスに出した雑誌はですね、明らかにもし原因を追及するなら、いや和歌山さんなんですよ。だけど和歌山さんがまるで他人の論文のようにこの論文の批判側に回ったわけですから、その謎をまあ NHK がやるなら、まあ個人の問題だったらそのくらいでしょうね。まあ僕はあんまり個人の問題を NHK がやるのは望ましくないと思いますが、どうしてもこの論文については個人の問題を論じたいというならですね、やっぱり和歌山さんが正規の研究員で上司でありですね、無給研究員の小保勝さんを使ってサイエンスに投稿した論文ですね、この論文について和歌山さんはなぜ他人の論文のように批判側に回ったのかと、一体利権の研究はどうなってんだかと、まあ、こういう放送をするなら別ですね。でついにその7月の最初に論文を取り下げた後もこのリンチ番組をずっと続けてですね、要するにこういうことはどういうことかっていうと、 NHK がですね、正義がどちらにあるとかいうんじゃなくて、日本社会の空気ですね、空気、誤解の空気を拡大する方向の報道姿勢を取ったってことですね。まあ、これはその今朝日新聞が随分問題になってますが、朝日新聞は戦前は軍備礼賛アメリカ敵視だったわけですが、まあ、戦後になりますと平和主義新アメリカ路線に切り替えたと、まあ、こういうものと似ててですね、要するに事実よりかはまあ、とにかくみんながいいと思う方向、つまりそのアメリカに占領される前はアメリカがいけないといいですね、アメリカに占領されたらアメリカが正しいんだっていう、まあ、そういうですね、まあ、ご都合報道って言いますか、まあ、そういうものになったということですね。これまあだけど朝日新聞もまあ非難されるべきなんですが、まあこれは商業誌ですからね、商売だから、まあ部数を増やすとかいうことはあるんですが、 NHK は営利団体じゃないわけですから、だからそんなことをする必要がもう第一ない。だからこそ受信料を取ってるわけですからね、社会の誤解を拡大して視聴率を取る必要はないんですよね。むしろ商業放送とは違うスタンスを取ることができるので、国民は NHK に受信料を払ってるわけです。いずれにしてもですね、論文を取り下げろと、まあ、猛烈言ったから取り下げたんですよ。何もなくなったと報道しながらですね、さらに取り下げた論文の著者のうち何の理由もなく無給研究員の小保方さんを狙った報道をするというのは、いかにも悪質ですね。これは本当悪質ですよ。で私はねこう思うんですね。このスタッフの悲劇っていうのはですね、悔しい状態を作ったってことなんですよ。一人の人間が非常に悔しい。どうして悔しいかっていうとですね、一つは 不当なバッシングがあるってことですよ。言い分がいっぱいあるんだ。だけどもまあ外に出たらね、小保方さんも笹井さんも私も至らなかったと謝らざるを得ませんよ。だけど外から見たらそれは和歌山さんが中心なんですから、やっぱりその和歌山さんにいろいろ批判をするということが正しいし、それから反撃をさせるやっぱりことをしないと意欲を失っちゃいますよね。正当なバッシングであるってことですよ。まずバッシング批判するときは、不当なバッシングをしましたらね、人間はもうやけになっちゃうんですよね。絶望するかやけになるかなんですよ。だからバッシングするならですね、和歌山さんをバッシングする、論文が取り下げたらもうバッシングはしない、それから
正当なバッシングをした場合でも反論のチャンスを与える。つまり正当なバッシングということと反論のチャンスがあるということが人間を正常にするわけですね。だから不当にバッシングして反論の機会を与えないというこの NHK のやり方はですね、個人に対してですよ、大 NHK が個人に対してやるんですからね。まさに芥川龍之介が書いたこのバッシングというのはピストルの代わりにペンを持ち、娯楽の快感を味わうためにリンチするというふうに、芥川がこれ龍之介の言葉なんですが、まさにその通りになったということですね。まあ、この一連のシリーズで私はですね、このその NHK のスタッフ悲劇を招いた行為についてですね、 NHK はなんか国民の知る権利なんてとんでもないこと言ってますけども、ここではきちっとですね、国民の知る権利はどこにあったのかということですね。論文直接だったら和歌山さんがなぜあんな論文を書いて、それで緒方さんを裏切ったのかということとかですね、理研の研究というのはどうなってるのかとかですね、それから、まあ、日本の科学技術の問題だとか研究費分配の問題というのに行くんだったら、まだ我々は知る権利があると思います。緒方さんの個人のこととかそんなことをいくらの追求してもですね、それは我々が知る権利ではありません。もしもどうしてもやりたいんだったら三流週刊誌がやればいいんであって、絶対に NHK がやるようなことではない。そんなことに受信料を払うということはもう苦痛以外の何もんでもないということになります。長くなりました。スタッフの悲劇を作った人たち、まあ、NHK の誤解ですね、個人をリンチした公共放送、まあ、この実はですねブログはですね、笹井さんが亡くなった後翌日にすぐですね、私がですね、リンチによる殺人だと、まあ、いうようなことを書いたんですが、ちょっと内容をですねきちっと説明しないといけないだろうと。やっぱりこの表現の自由、言論の自由というのはですね、何でも言っていいんですけども、その内容をちゃんと説明するってことが大切で、まあ、そう思ったので、一応それを取り下げまして、まあ、この9回にわたってですね、私の考える内容を説明してきたということですね。最後ですが、2014年7月末に放送された NHK のスタッフ事件の特集番組は、その内容はともかくながらですね、取材過程で緒方さんを怪我させたと、まあ、女子トイレに押し込めたと、まあ、こういうことがあったわけですね。それから笹井さんと緒方さんの間の私的なメールを男女関係を匂わせるような映像で流したと、まあ、この2つはですね極めて公序良俗に反することですので、まあ、最後はこの2つに絞ってですねお話をしたいと思います。 NHK が7月末の番組制作にあたって、まあ、最後の取材をしてた7月中旬ですね、笹井さんは記者会見ですでにチェックが甘かったことを認めて申し訳ないと言ってるわけです。緒方さんはスタップ細胞の再現実験を取り掛かろうとしています。すでにこの問題となったスタップ論文は取り下げて、 NHK 自身が言っていた論文が不適切だったという点はもう問題がありません。だってもう取り下げてるんですからね。それで理研の方は不正な、まあこれもともと理研の委員会は不正なんですけども、その不正な委員会で緒方さんが不正とされてるわけで、この処分問題がまだペンディングになってる時でした。それからスタップの再現実験というのはあんまり意味がありませんが、一応それにしておりました。ということはそれまでの NHK の放送から言えばですね、もうケリがついているわけですね。ケリがついているものをさらに追い回したわけですね。まあこの当時はもう追い回したのは三流週刊誌は別にしまして、毎日新聞と分子生物学会ぐらいなものでした。あとはまあちょっとわけのわかんない学者がいますけどね。で NHK なんかのきちっとしたとこが追及するならですね、もう論文が取り下げられて、緒方さんと笹井さんがですね研究の一部が不十分だったっていうことを言ってるわけですから、さらに追及する国民が知る権利であればですね、理研はなぜあれほどの大々的な記者会見をしたのかとかですね、理研と課議長が癒着してるんじゃないかとか、まあ、こういったことであったと思うんですね。ところが NHK は国民の知る権利という名目で、緒方さんが実験のために研究室に向かってる途中を襲ってですね、まあ、ホテルの中に追い詰めて、カメラマンが逃げ惑う緒方さんを、なんかエスカレーターらしいんですけど、エレベーターとも言われておりますが、追い詰めて両側から挟んで、まあ、2週間の怪我をさせる。この怪我についても非常にマスコミの報道は恣意的でしたね。多くの新聞が軽微な怪我と言いました。もしもですよ、マスコミ以外の一般人が第三者を追い詰めて2週間の怪我をさせたらですね、マスコミはかなり厳しくバッシングしたと考えられます。なぜマスコミが軽微な怪我としたのかはですね、マスコミ同士のかばい合いか、
NHK に対する遠慮か、それとも小保方さん憎しの感情に他なりません。非常に醜いですね。もう本当にこう醜い行動でした。さらに逃げ惑う小保方さんをですね、怪我させた後、女子トイレの前に追い詰めて、 NHK の女子社員と思われる人がトイレの中まで入って閉じ込めるというようなことをしたわけですね。現代の日本でですね、犯罪人でもない一人の若い女性をですね、怪我させた後女子トイレまで追いかけて閉じ込めるというのは重罪ですよ。重い罪ですよ。こんなことをやられたらたまりませんよ。だってね、男女共学の高等学校で男の子が女子高校生を追い詰めて怪我させてトイレに押し込めたらね、新聞は何て書くでしょうかね。ところが NHK はほとんど批判されませんでした。つまり私はね、日本は法治国家でありましてね、 NHK 暴君支配国家ではないんですよ。 NHK に一般人を追い詰めてトイレに閉じ込めたり怪我させる権利はありません。知る権利がそんなことをしていいってことはどこで決めたんですかね。さらに番組ではですね、笹井さんと小保方さんのメールを公開しました。それをですね、本人ではない人がナレーションをつけて読み上げると、実に醜いですね。メールというのはですね、手紙と同様に指針ですからね。犯罪捜査なんかでは裁判とか証拠として採用されることありますが、それ以外はメールは暴けないっていう、もう原則を立ててもらわないとですね、我々はですね、アドレス使うにも、それは大学とか会社のアドレス使うわけですからね、アドレスが公的だから、ね、メールは公的だっていうならアドレスを全部倍にしなきゃいけませんし、指針というのはね、私的なメールと公的なメールってのは分けられないんですよ。つまり我々が日常的にやるのは、今日はどっかに、来週の月曜日どっかに食事行きましょうかっていうのは仕事の中でやんなきゃいけないから、したらその返事として、そこはこういう実験があるからいけませんとか、こうなるわけですからね。仕事と私生活というのは混合してますから、私生活のメール、仕事のメールっていうのは一般的にできない。やっぱり手紙と同じように指針にしてもらわないとですね、とてもできませんね。例えば私、普通の人なんですが、犯罪人でもないってことですが、私のメールにですね、 NHK が全部監視してですね、何かことが起こったら NHK が全部私のメールを公開するってことになると、これはね、安寧な人生を送れませんよ。それから男女の場合はですね、ある程度男女の関係を無理には類推できるようなメールがありえますよ。その男女に何の関係もなくてもですね、社交事例としてね、この前の食事は楽しかったと、またご一緒に食事したいですねなんていうぐらいは書くんですよ。別にこれ普通の あれですよ、だって男子同士でも書きますから、この前は快適でしたと、また一杯やりましょうってのを書くわけですからね。これを男女の関係なんて言われたらかなわないわけですよ。しかもね、こうナレーション付きっていうのは非常に良くない映像でね、多くの人が誤解するように仕向けるわけですね。まあ私はですね、笹井さんと小保方さんの間のメールってのは実に真面目なものでした。本当に良かったですね。まああれがですね、もうちょっと砕けた人だったら、もっとちょっと砕けててもっとやられたでしょうね。もうね、この日本はついに憲兵国家になっちゃいましたよ。そのね、 NHK という憲兵がいてですね、それが公共放送で個人のやつを流すわけですから。しかもその NHK に遠慮してマスコミも学者もそれに反撃しないっていう社会ですからね。真っ暗。つまりですね、法治国家。法治国家ですかね。法治国家というのはですね、良い悪いということはですね、法律で決めるんですよ。誰かがね、暴君が決めちゃいけないんですよ。それは当たり前ですけどね。法治国家ですから、法律っていうのはですね、この国家が決めてるんじゃないですからね。あれは国民が決めて約束したのを政府が守ってるっていうことですからね、守らせてるってことですから。だから任意団体が良い悪いを決めて、任意団体ってこの場合は NHK ですよ、任意団体が事の良し悪しを決めて、その力を使ってリンチするっていうのはですね、これはまあ芥川龍之介に言わせれば、娯楽に基づいて行われる野蛮な行為ですから、もうそのことだけで僕は NHK はね、公共放送として資格はないと思いますね。現実はどうだったか。際限なく続いた理不尽なバッシング、それも公共放送としての NHK がメールを暴くとか、当事者を怪我させるという形でリンチをした、これに耐えられずに笹井さんが命を落としたわけですね。実に無念だったと思います。
私は笹井さんは何の悪意もなかったと思います。和歌山さんの依頼を受けて、つまり、笹井さんが論文をの参加したのはですね、和歌山さんが正式、研究員で、小保方さんが無給研究員の時代ですからね。無給研究員が笹井さんに命令することはできませんから、まあ和歌山さんが中心だったんですね。それで和歌山さんの論文を書き直してネイチャーに掲載できるところまで来たというのが事件の概要ですからね。笹井さんがね、死に追い込まれるってのはもうこれ大変なことですよ。私はそう思いますね。つまりそのある人を死に追い込むまでバッシングを続ける、関係者を怪我させる、メールを公開する、まあ、苦しい研究をしたことのないような評論家を集めて当人たちが出席しないままテレビでやってましたよ。この論文のここがあり、この論文ここがありって。こんなこと耐えられませんよ。もしこんなことをやったら耐えられる研究員はほとんど日本にいないですね。私はね、笹井さんの死の責任をですね、NHK が何らかの形で取ることを望みます。今回のストップ事件はですね、テレビと新聞が裁判をせずに日本ではですね、一個人を追い詰めて自殺まで追い込めるということを実証したわけですね。まあ、これはトリウムフェザーの浅田夫妻に続きますが、まあ、浅田夫妻の時はですね、まあ、わずか数日でしたが、今度は半年にわたってやり続けたわけですね。まあ、日本のマスコミがこのような暴力、リンチをするようになった現実を見ますとね、このままにして日本が正しい発展をするとはもう考えられません。ですからですね、私はマスコミ、まあ、NHK が一番行きませんから、 NHK から先にですね、まずはですね、この問題に関する全ての取材記録をネットで公表してほしいですね。どういうことを取材したのか、どこでどういう議論があったのか、なんでそのあの番組では批評者をこの先生とこの先生に選んだのか、その根拠とか、その NHK の中の非公開の議論の議事録全部公開するべきですね。そして批判を受け、自分たちがやっぱりその相手が死ぬまで追い詰めるとまあいうことをこれからは絶対しないと。そのためにはどういうふうに取材をするのか、何が放送法でいう両方をちゃんとやるのかですね。そういうことを、それから科学技術の論文の問題、それをもっと奥深くやってですね、この際再出発してほしいと。そうしないとこのままではですね、もう日本に住めないっていうぐらいですよ本当。なんかやったらね、 NHK がねもう自殺するまで攻めるっていうんだよね。それもこの論文で再々言いましたけども、著者は4人ですよ。主要な著者はもっといますけどね、一番責任があるの和歌山さん、それからまあ上司である笹井さんとか、もう一人の理研のセンター長、それで無給研究員だった小保方さん、こんな感じでしょうね。それを順序が全然違う。それから理研自体が記者会見をし特許を出してるわけですから、理研はなぜしたのか、これはやっぱり知る権利になるでしょうね。それからその理研が無理してしたのはお金のためだと言われてますから、そこの仕組みを解明する、これも正しいでしょうね。そういうことを全部せずに、あの7月末の非常に醜い、個人のバッシング番組、これをね、私はね、あの記者がねホテルで逃げ惑う小保方さんを追い詰めてね、なんか聞くところによると、エスカレーターの上と下のに屈強な男の大きなカメラマンがカメラを構えて、それで逃げ惑う小保方さんをエスカレーターの中に閉じ込めたって言うんですよ。その時に怪我したらしいんですけど、いや、ニタニタ笑ってやったでしょうね。まるで人を苦しめてるのが楽しいリンチをやってたんだと思うんですよ。それからその女子トイレに小川さんが怪我しながら逃げ込む、そしたらその前に女子社員を立たせて携帯電話で現状を報告させるっていうわけですからね。あの女性がトイレに入ってる状態を携帯電話でね、それを観測してね連絡するなんて、本当に下品で愚劣なことですよ。それでそれがですね、今度はまたあの放送ではね、全然その論文に関、もう論文取り下げられてるのに、その論文を持ち出して批判する変な第三者が出てきてですね、ここのところは悪い、あそこのところは悪い、そんなこと言われたらかなわないですよ。もう学問できません。NHK だとそういうことやったら自分でやられたら大変でしょ。 NHK の中のなんか放送を検討してるやつを持ち出して、それに批判的な学者だけを集めて、そこでわーわー言って、当事者には何の反論もさせない
ね、それで当事者は反論させないじゃなかった、当事者は取材に応じませんでした。何言ってんですかって言うんですよね。あんな強引な取材をしたらそれは誰でもあれですよ。次の学会発表を見まで待って、で次の学会発表の時に質問されたらいいんですよ。それが学問としてのやり方ですからね。学問は非常に難しいわけですから、錯覚もあるし間違いもあるし、ちゃんとしたこともあるし、その中で一生懸命活動している、学者がですね、本当に大きな痛手を受けたと思います。